2ヶ月後、2months later。はい、こんにちは、僕です。お久しぶりの動画の更新となっております。激しい地上戦。待って、これいつって書いてあった？今見てなかったな。今度はここに行くのかな？エピソード4。真実。The Moment of Truth。2014年。あとは一人でいい。前田、避難して。前田。ひどいな、あやさん。私のこと信頼してないでしょ。前田。久美彦前田。日本人科学者。心配してるんだけど。え、前田のことは覚えてるの？安心してください。ここは改造してあります。ダイブ中のアヤさんの体の状態も ここでならじっくりたっぷり堪能。あれ、待って、2014年って過去だっけ？今現代？プレゼントデーですか？覚えてないな。あまりにもね、久しぶりすぎる。ノースシャロータウン。これでイブさんを取り戻せます。イブを取り戻す。未成熟な個体、実に魅力的だ。もう行くわ。なんか北条博士みたいになってるよ、前田が。ファイナルファンタジー7のね。何度見ても素晴らしい、美しい、アヤさんのオーバーダイブ。前田ってこんなね、こんなこんなでしたっけ？パラサイトイブワンぶりですよね、前田。過去には行けなくなった。え、これやっぱり現代？どうしても無理みたい。あ、現代？現代なんだ。え、どうなったの？クレイも死んだんですよね。え、ドクター・ブランクは？え、死んだの？あ、2013年、クリスマスね。ザ・ファースト。え、何があったんでしょうか？何があったんでしょうか？なんで前田のところにいるの？ドクター・ブランクどうなってしまったんだ。わからないことだらけなんだけど、タイムライン見てみよう。何か変化があるかな。赤い霧作戦。オペレーションレッドフォーグ。最初のツインステッド目撃から1年が過ぎた。2012年1月7日。この辺は同じだね。しかし、ルッソ小隊所属であるセロニアス・グレイがツインステッド化。ブレア捜査官によって撃破、排除されるという悲劇的結末を迎えた。甚大な犠牲者を伴った作戦となったが、ルッソ小隊は数名の戦死者を出したのみであり、改めてその優秀さを示した。ダニー・ルッソは死亡したが、ルッソを敬慕していた。ん？これなんて読むんだ？ルッソを敬い、慕っていた兵士たちの望み通り、部隊名は変わらず残り、その後、拡充を図られたルッソ小隊を、いかなる容赦で起用するかが戦局を握る鍵となった。クレイもルッソ隊長もね、やっぱり死んでるんですね。施設研究機関 SRL が発足。19日午後、米国最大の富豪と言われるウォーレン・スミスは孫娘ウェンディ・スミスがツイステッドに殺害されたことを明らかにした上で、資材である3億ドルを投入し、施設研究機関 SRL を発足したと発表。CTI に次ぐ資金力を持つ対ツイステッド機関の誕生について意見を問われた大統領は、スミス氏のウェンディちゃんへの裏切りの念が奪われようとしている人類の未来を取り戻すであろうと答えた。ウェンディちゃんって誰だ？今まで話に出てきてないですよね。米国民滅亡、米滅亡まで6ヶ月？あれ？悪化してない？米国陸軍研究所の大規模、滅亡が6ヶ月後の2013年10月と演算予測した。過去だね。今2014年でしょ？新緑？あれ、なんて読むんだ？オペレーションダークグリーンハリケーン、新緑の竜巻作戦ね。11日午前、太平洋上に、なんちゃらする、ワスプ級強襲揚陸艦、ホワイトギャラクシーを数百の飛翔型ツイステッドが襲撃。
襲撃時、艦内に設けられた臨時大統領執務室内に大統領及び国防長官があったが、デルタフォースのルスト招待により両名とも無事救出された。ああ、これがね、多分前回の赤い霧作戦の影響で良い結果になったということなのかな。エンタゴン壊滅。ニューヨーク州の死者数が1000万人を超える。増えてるよね。国防総省は12日、2012年12月のバベル出現以来のニューヨーク州の犠牲者数が総人口数の5割にあたる1000万人を突破したことを明らかにした。全世界にバベル出現。うん。これまで中東には、どうだったっけな、この辺覚えてないの。なんかアジアがどうとか言ってたよね。炎色の吹雪作戦。オペレーションライトグレーブリザード。この戦いでアメリカ5軍は戦力の4割以上を喪失。CTI 惨殺事件。25日。CTI で。ハイド・ボーンアを除く全職員が惨殺されるという事件が起きた。事件発生当初は、米国崩壊を目論む過激派組織の犯行が疑われたが、CTI 内部の監視カメラの録画映像により、カエデ・マディガンの仕業であると判明。なお、ハイド・ボーンアの行方、生死は確認されていない。カエデ・マディガンの仕業であると判明？何があったんですか？バベルの侵食域、世界193カ国、ツイステッドの予測個体数、およそ3億、これ増えてるよね。悪化してますよね。他何かあるかな？キーパーソン。この辺は一旦見なくていいかな？イザベラ・クレイ。イザベラ・クレイ。クレイと妻サントラの娘。黒曜石のような瞳にブロンドの髪、人形のような可愛さを持つ女の子、チャイナタウンの屋台、ハーベストタウンのフレーバーアイスが好物。この店以外のアイスは口もつけない。ハーベストタウンの店主は、シアトルの有名ホテルでパティシエをしていた職人であり、幼いながらも舌が肥えすぎているイザベラの将来に、クレイはいささかの不安を抱いている。なるほど。これなんか更新されてるのかな？これ特に変わりないですね。メール。メールも増えてるな。まあちょっとね、じっくり見て余力がないので、まあ、やっていきましょう。ちょっと久しぶりなんですよ、ほんとゲームをプレイするのが。前田がいる。前田。なんでしょう。なんでしょう。作戦について。なんだ。ノースシャローズタワー攻略戦が開始されました。うん。カイル・マディガンもここに潜伏していると見られます。攻略戦に加わって、イーブさんを奪還するチャンスです。カイルね。バベルの爆破ですが、突入部隊はほとんど壊滅しています。ダイブできそうな部隊は側面のアルファチームならどうにか。ただこちらも入り口に出現した大型ツイステッドに進路を塞がれて窮地に陥っています。突破口はない。なんでそんなことを知ってるの？動けなくなった戦車があります。砲撃には十分使えます。どうなったんですかね CTI。 あのおじちゃんだけはどこかにいてしまった。あのボスは死んだんだよね、結局ね。アヤさんはバベルを破壊した。うん。なのに世界はずっと悪くなっていた。うん。そう。悪化してるよね。としたのはイブの記憶だけ。悪くなってるよ、状況が。実に興味深い話です。真摯な研究に値する。あの男の仕業よ。カイル？カイル・マディガンです。カイル人間？人間なんですか？カイル人間じゃなさそうな雰囲気だったよね。イブについて。イブ、あれは何なの？うん。おそらくイブさんの存在はそれ自体がタイムパラドックスになっているんです。タイムパラドックス。ある時イブさんの生死を脅かす事件があった。うん。その決着がまだ
ついていないってこと？決着がついていない未決定のままどういうこと？存在する状態と存在しない状態が重なり合っている、うん、シュレディンガーの猫じゃない。はそれを捉えているんです。何それ？誰かが過去に干渉してる。装置はもうないでしょ？そうですね。でも CTI とは別の方法でオーバーダイブテクノロジーを完成させたか、あるいはさせようとしているのかも。なんか CTI とは別の組織の話がさっきありましたよね。次ページいっぱいあるな。 OD ユニットについて。オーバーダイブ装置の復元に成功していれば、過去にダイブするアヤさんを間近で観察できたのに。触ったことがあるような言い方ね。はい、CTI の跡地に不法侵入してつまみ出されました。アクティブだな。一つだけ興味深いことを発見しました。足が軽いよな。手短になら聞くわ。コアにバベルの構成物質が使われていました。構造が安定しない不思議な有機体で、実はアヤさんの細胞サンプルでもよく似た現象が観察されているのですが、いやはや実に不思議です。え、どういうこと？バベルの物質が、アヤの体と同様？カイルについて。マディガン、アヤさんの元婚約者。過去の前で。ま、待って。ま、待って。分かっているのは、彼がイブさんを連れ去ったことと。初耳なんですが。カイルが婚約者。うん。ツイステッドの襲撃で CTI が壊滅したとき、オーバーダイブ装置を破壊した彼の姿が監視カメラに映っていたという。カイルもツイステッドなんじゃないの？CTI 本部には職員の死体があったそうです。うん、ドクター・ブランク。生態を考えると死体が残るのはおかしい。真実は闇の中。死体が残るのはおかしい。食べられてしまう。過去は何者かが抹消していた。やはり情報操作が行われていたようです。闇が深いぞ。していきますよ。こんなキャラ。前田について。日本からいつ来たの？うん、どうやって来たの？の噂を聞いてすぐです。いつでも研究に専念できるよう常に身辺の自由を確保していました。身軽だよな。きっと反応したんでしょう。何が私のアヤさんアンテナが。もうなんか縁起物の系のアイテムはもういらないんですからね。私に答えられることでしたら何でもお答えします。こんなところかな。全くわかんないや。とにかく CTI がね、ツインステッドに襲撃されて、壊滅しました。で、みんな死んでしまったんですね。ただ、犯人はどうやらカエルマディガンらしいという感じ。ここまでの情報をまとめるとね。何ができる？新しい OE ボードが使用可能になりました。どういうこと？ OE ボードって何？何種類か作れるの？ OE セッティング。二つ作れるんだ。二つ使えるってこと？あ、じゃあ二つ目セッティングしていきましょう。何がいいかな？クリティカルショット。まあやっぱ回復系が欲しいんですよね。オッツアップも欲しいな。これをつけると手に入るね、オンイチップの質が上がるらしいので、これつけとこう。リストックとヒーリング。これオーバーダイブ時に、弾薬が補給される。スキルと回復だよね。これも、ちょっと他なんかある？とりあえずこんな感じでね、適当にセットしました。強化はまた別途ね、するとして一旦こんな感じでいいかな。これ装備する？あ、これ同時に装備できるのは一個なんじゃない？ああ、そういうこと。あ、失敗したな。有効な DNA ボード、OE ボードは一つだけなんですね。DNA ボードか。あ、であれば必要なかったな。必要なかったな。まあいいや。で、他にはウェポンバンク。なんかね、なんかできるようになってないかな。強化さらに。なあ、これ以上強化できないんだな。これか、新しい武器が増えてたらいいんだけどなぁ。増えてないんですよね。スナイパーライフルが増えてますね。
スナイパーライフルちょっと持っていくの怖いんだよな。弾数的にね。まあ、ショットガンとアサルトライフルで良いのではないかと思います。今まで通り。プロテクトギアは、特に修復する必要ないよと。うん、そんな感じかな。じゃあセーブしとこう。あ、セーブしちゃったわ。セーブしない方が良かったんではないのか。DNA ボードセッティングしちゃったんで、もういいや、もう手遅れなんで。うん、といったところで、ちょっとね、ミッションスタートすると、ちょっと時間が中途半端になってしまいそうなので、一旦ね、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。うん、続きはまたね、いずれ、おいおい、やっていきたいと思いますので、またご視聴いただけますと嬉しいです。それでは、最後までご覧いただき、ありがとうございました。ではまた。